ウーナトーク×トークグリーンランドにおけるウーナトーク×トークの1ウーナトーク×トークはグリーンランド語で温暖化島を意味しグリーンランド東岸沖北極線から 550km 北に位置する島である2005年9月にドイツ系アメリカ人探検家のデニス・シュミットにより発見された2002年の時点ではグリーンランド本土から伸びるリバープール半島と氷河を 返して繋がっていたが、棚氷の急速な交代により、2005年にはすでに本土と離れた新しい島として観測されるようになった。科学者の間では、この島の出現は地球温暖化による直接的な帰結であると考えられている。この島には3つの半島があり、アルファベットの W もしくは漢字の山のような形状をしている。 1985年から2005年にかけての衛星写真の比較。気候学者であり、地球温暖化会議派であるパトリック・マイケルズは、この温暖化島の歴史について彼自身のウェブサイトワールドクライメートレポートにて異論を唱えている。その中で彼は、新島は2005年以前にも、1950年代、グリーンランドが比較的温暖だった短い期間。 表彰から姿を見せたことがあると主張している。マイケルズは写真家のアーネスト・ホーファーが1950年代初頭に周辺地域を上空から調査し出版した地図を発見する。そこには温暖化島と見られる陸地がグリーンランドから分離して図示されていた。彼はそこから温暖化島はホーファーが1950年代に 調査した時点で島として分離して存在していたと結論付け、この新島は正当な根拠なしに地球温暖化の帰結として注目を集めた悪霊だと主張した。デニス・シュミットはニューヨークタイムズ紙の記者アンディ・レブキンの記事からマイケルズのこの主張を知った。彼はそもそもホーファーの地図は不正確であり、周辺地域が霧で覆われた際、上空からは 本土と温暖化島とを結ぶ棚氷の橋もまた不明瞭に隠された結果であろうと反論した。2018年現在、この論争に決着をつける写真による証拠は示されていない。ありがとうございます。